会議を開きます金融に関さる,る令和元年12月10日、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第5条の規定に基づき、国会に提出されました破綻金融機関の処理のために講じた措置の内容等に関する報告につきまして、概要の説明を